ベラガルフはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の7番艦。艦名は太平洋戦争で1943年8月6日の夜に行われたベラワン野戦にちなんで命名された。艦はトーテム米の艦名で1944年2月7日にワシントン州タコマのトット造船所で寄港する。 1944年4月26日にベラガルフと改名され、1944年10月19日にドナルド・ F ・スミス夫人によって浸水し、1945年4月9日にロバート・ W ・モース艦長の指揮下収益する。ピュージェット・サウンドでの最初の機材操作後にベラガルフはサンディエゴへ出港し5月4日に到着、海兵隊の航空団を上官させる。 海軍航空基地での搭載が完了すると南カリフォルニア州沖で成長を行いその間に部隊の残りを上艦させる。成長後の信頼性試験が完了すると6月17日に西海岸を出港しハワイへ向かう。ベラガルフは6月25日に真珠湾に到着し11日間の集中的な訓練を行う。ベラガルフは7月9日に 真珠湾を出港し、十六日にエニウェトク干渉で燃料補給を行うため停泊、その後グアムに向かい四日後に到着した。七月二十三日にロタ島、パガン島への航空攻撃を行うため、マリアナ諸島に向けて出港する。翌日パガン島に大し FG-1D コルセア、ヘルキャット写真撮影機、t b m 三 e アベンジャー爆撃機による二十四回の 出撃を行う。3日後には、ロタ島に対して12機のコルセア、8機のアベンジャー、ヘルキャット1機が合計21回の出撃を行った。日本軍による対空砲火が散発的に発射されたが、アメリカ軍機に届くことはなかった。任務から帰還した2機が、自らの投下した爆弾の破片により、機体後部をわずかに破損していた。ロタ島攻撃の後、 ベラガルフは関西機をサイパンへ向かわせ、グアムのアプラ港へ8月2日帰還する。3日間の休養の後、8月5日に沖縄へ向かい、4日後に中条湾に到着した。中条湾で停泊した人よは、ベラガルフにとって記憶すべきものとなった。日本軍との降伏交渉の間、多数の艦艇と陸上拠点部隊が花火の打ち上げを始めたのであった。 ベラガルフは8月15日にグアムに帰還し、同日日本は無条件降伏した。ベラガルフは日本本土に対する最初の占領部隊に加わり、他の艦艇に対して食料及び燃料を供給した。8月後半にギルバートアイランズと交代し、補給部隊の上空支援を行った。その後東京湾に向けて出港し、9月10日に到着した。 ベラガルフは9月21日に日本水域を出発して沖縄で650名を乗艦させ帰国の途に着く。途中新珠湾に帰港し10月14日にサンフランシスコに到着する。その後ピュージェットサウンドで兵員の訓練を1946年3月後半まで行い南カリフォルニアに移動3月27日にサンディエゴに到着した。 サンディエゴでは短期の停泊ですぐに出港し、ポートアンジェルス経由でワシントン州タコマへ向かい同地で不活性化を行う。4月7日にシアトルへ移動し不活性化のまま保管され1946年8月9日に退役する。ベラガルフはタコマで保管され同地で1950年代を過ごした。1955年6月12日に毛マイナス111に 艦首変更される。その後、ベラガルフは、海上輸送司令部へ転籍、ユートンズベラガルフへ、船体番号が変更された。しかしながら、現役復帰はなされなかった。1960年6月1日に除籍されたが、11月1日に復帰する。1970年12月1日に2度目の除籍が行われ、 ベラガルフは1971年10月22日にオレゴン州ポートランドのアメリカンシップディスマントラーズ、シャニスクラップとして売却された。ベラガルフは第二次世界大戦の戦考での一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。